次そっち先行でいいですよ。マジですか。はい、俺のターンドローやってたんで、こっち出せ。じゃあカードを5枚ドロー。カードを5枚ドロー。じゃあデュエルからいきますか。いきましょう、はい、せーの、デュエル。俺のターン先行ドロー。先行ドロー。魔人デスサタンを召喚。うわ、またトラップカード1枚セットし、ターン終了。俺のターンドロー。トラップカードデスサタンでもいっちゃう。魔法カード、魔法除去。もしかしたらブラックかもしれない。それを選択し表にするっていう落とし穴。よし、見切った見切った。やばいカード1枚する。アーハエンド。俺のターンドロー。邪剣男爵召喚。やばい、1550。この中途半端な攻撃力で意外と高い。相手のストマンダー。相手のステモンスターに攻撃。邪剣男爵、邪剣男爵ギューン。トラップマスター。うわー、生きられた。逆だ、くそ。うわ、今のうまいな、マジで。なんかデュエルっぽい、デュエルっぽい。ただまだマジンデスサタンの攻撃が残ってる。やばい、マジンデスサタンで攻撃通します。よし、マジングル強いですよ。トラップか、魔法カード。全部いって、全部いって、全部いって。パターンエンド。俺のターン、ドロー。人食い宝石箱を召喚。うお、高いパーライン。人食い宝石箱、攻撃通します。邪剣男爵で攻撃通します。デスサタン、攻撃通します。ええー、何事故やん。ドロー。こっから行くぜ、デビルドラゴン。うお、そしてこれはトラップカードじゃないぜ。何、闇エネルギーブラック。悪魔族って違うな。ドラゴン族だ。やっちまった、やっちまったぞ。魔神デスサタンにアタック。破壊100ダメージ。ターンエンド。俺のターン、ドロー。ド不正カード1枚セットし、魔法剣士ネオ召喚。俺はここでトラップカードを発動するぜ。自業自得。フィールド上のモンスター1体につき500ポイントダメージ。何、1500。ただ根本的な問題を解決してはいないぜ。余興に過ぎない、そんなものは。魔法剣士のデビルドラゴンを攻撃通します。おっと、残り1850。邪剣男爵、攻撃通します。何、そのトラップは。なんだ一体。人食い宝石箱で攻撃。トラップカード。何、血の大将。うわぁ、うわぁ、ガーゴイル。通した。ガーゴイルで、じゃあ、破壊。負けました。あれ、今ライフ、もうライフ300で1600くらって終わり。マジっすか、そんなもんそんな上がったの。事故りましたね。事故りましたね。じゃあ見てください、これ最初から。負ける要素がなかったんで。うっそー。最初から壊れカードをもう2枚で。すげえな、これ。これ、クラだな。まれに見るクラ。まれに見るクラですよ、これ。はい、ということで、予想以上に早く決着がついてしまったので、メルカリで購入した初期のね、遊戯王カードの引退品開封していきたいと思います。こちらがですね、たくさん割とカード入ってて、多分200枚ぐらい入ってて3000円だったんですよ。で、初期ってね、結構今もう値段上がったりしてなかなか手に入んないで、とりあえずね、なんかいいものがないかね、探していきたいと思います。ブースター系のカードがいいですね。本当にこの初期の枠一気ですよね。はい、キラーパンダ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 めっちゃ出るんだ。キラーパンダって、まあでも普通のなんかボリューム系とかだった気がする。キラーパンダ出すぎじゃない、さすがに。なんだこれは、無限回収みたいになっちゃう。はい、ギガントですね。ギガントもあれか。ブースター系のやっぱカードが欲しいですよね。ギガント。あ、そういうことか、これもしかして。結構余りっぽいな。はい、ケンタウロス、アルラウネ、暗黒魔人、ナイトメアね。これもまあ普通に出るカードですね。響き目、なんか一部ちょっとスリーブがついてるの面白いね。マーダーサーカスさんの響き目。はい、トリデモムリオクリュー。お、イビルラット来た。これは多分ブースターですね。どんなものにでもかじりつく行儀の悪いネズミということで、確かデーモンビーバーの色違いだった気がします。あ、ウッドジョーカーとかもいいな。こういうなんかブースターね、結構意外と1枚300円とかしたりするんで、なかなかね、もうもはやレアなんですよね。目から足が生えてる感じね。デスフット、ダイスアルマジロ、あ、これもありましたね。ディスクマジシャン、ホログラーとか欲しいな、ディスクマジシャンといえば。あ、ツンドラの大サソリとかもいいですね。あんまり見ない。はい、トモザウルス、ダークケムとか、なんか懐かしいな、この頃の遊戯王。ゲームボーイの頃の遊戯王とか大体こんな感じですもんね。泥に潜み住むものがまず強いぐらいだからね。
ヤマタのドラゴン絵巻とか、あそこのテンダネスとかね、うん、あそこら辺のこの800、400ぐらいがね、普通に遊戯王 GB4 とか GB3 だと主力でしたからね。友達です。迷宮の魔戦車ね、懐かしい迷宮兄弟だ。はい、騒ぎを下す女帝。まあ、ここら辺のやつは強いからいいけどね。お、マブラスだ、嬉しい。タイホーンとジャイの翼ですね。かわいい、いいカードですね。バラニス、なんか、住む悪霊とかさ、これ全然強い方だからね、21800だけど。うん、大体この弱い感じ、Y と格闘戦士アルティメーターっていうね。まあでもこれまだいいかな。なんか弱体化する融合カードとか普通にあるからね。黒竜を、バロックスとかのこの1530とかめっちゃややこしいですよね。フラウルフでは来ないかな。ペールビースト、あ、そう、ペールビーストに似てたファランクスってカード、ファランクス、あのピンク色のね、この顔が2つあるやつ、あれ結構レアだったっぽいですね。ダークグレーだ。見ていきましょう。悪魔の鏡ですね。デモンズミラー。あ、岩石の巨兵。これ初期岩石の巨兵嬉しいですね。はい、イリュージョニストのノーフェイス、ペガサスが出してたカードです。ランチャースパイダー。あ、闇魔界の覇王とかもいいですね。この守備力1530好き。巨兵。あー、トゲトゲ神の殺虫剤。はいはいはい。確か原作アニメだと殺虫剤って名前でしたね。はい、見習い魔女とか。あ、ここら辺当たりじゃない？スターボーイ、ジレアだ、細菌感染、猛獣の歯、闇からの闇が。あ、マキャノンも入ってんだ。これ結構いいね。マキャノンも1枚300円ぐらいするからね。アサシン、カクタス、これも人気ですね。はい、闇エネルギーですね。闇からの闇が。いや、サンの嵐とか、これめっちゃレアじゃない？ほとんど見ないわ。うん、ストレージに落ちてないカードが入ってるの嬉しいですね。闇くらましの城とかもブースターじゃない？うん。あ、ここすごいかも。あ、機械の巨兵とか、ちゃんとブースターの、レアカードっぽいのが入ってるの。カラステングとかも確かそうだよね、これね。うん、めっちゃ覚えてる、これ。え、これ全部で3000円ぐらいの価値ありそうですね。海、伝説の剣、永遠の渇水。うわ、懐かしいな、これ。革命テンダレス。はい、デスオーサラ、なぜかスリーブに入ってる。ドラゴヒューマンとかね。うん。あ、これ、この山良かったな。ホワイトドルフィン。これも確かあれじゃない？ブースターとかのやつじゃない？これ嬉しいですね。あんま見ない。キャットレディ、ヨーダの守護者。はいはいはい。あ、ワイバーンだ、出た。これもいいですね。砦を守る抑留の色違いですね。もう割といい方じゃないかな。はい、王座の守護者。めっちゃ出てくる。王座の侵略者もいるよね。バーグラとかもいいですね。うん、バーグラ。あ、バーグラこんないっぱい出てくる。吸血の実。で、1500、1200って意外と普通に強い。エルフの剣士より上ですからね。バット！バット嬉しい。これめっちゃ嬉しいな。バットはまだ見たことないぞ、今まで。うん。まあ大体ね、ストレージ私よく漁るんですけどね。こういうバットとかね、眠れる質とかこういうカード。こういうカードってね、ほんと1枚なんかショーケースに並んでるとこだと400円とかで買えるんですけど、デビルツムリもいい。うん。あ、ゴーゴンエッグだ。もうここら辺の、あ、キーメイス出てきた。はい。これ遊戯王のアニメのファイブゴッドドラゴンのね、ところに行く電脳世界の中で出てきますね。はい。ツーマスダークルーラー。あ、ゴーゴンエッグとかこれ、シリカーメンとかめっちゃ良くない？ジャグラーとか。深淵に咲く花ですね。これはなんだっけ、名前忘れちゃったな。なんか赤っぽい花の色違いがいるんですよね、これね。はい、あ、こっち向きね。はい、タピラ、くちばしヘビ、響き目、融合とかも初期融合いいですね、これね。はい、アンモナイト、ペールビースト、これ結構あれだな、ボリュームとか買ってて、かつブースターとかもやってた人ですね。サファイアリサーク、1300、1300、うん、1300、1300って意外といないと思う。はい、ウォーミーヘビーですね。ライズの怒り、メタルドラゴン、ゲートキーパー、ワイルドラプター、いいですね。モンスターエッグ、うん、月明かりの、あー、これね、ちょっとこのラインがすごいですよね、なかなかね。フェアリードラゴンだ、これもレアですね。あ、これ2個も入ってんの、すごい。ここら辺の遊戯王カードってなんか味があるよね、このブースター系の。え、多分ブースター系。あ、ドクロの寺院だ、これもブースターですね。はい、誕生の天使とか、誕生の天使なんだっけ、なんちゃらエッグのやつ。雷仙人。あー、これもいいな。グラップラーでしょ。あ、ダークプリズナーとか。いや、めっちゃ、今回、モンラーバス。すごい。ほとんど見たことない。一つぐらい多分見たことないカード多いんじゃないでしょうかね。森の屍とかもいいですね。うん。多分これ全部わかる人って相当遊戯オタクですよ。グレムリン出た。グレムリンを攻撃表示でしょうかな。あのポーズですね。はい。カマキラ、コピックス。あ、いいですね。はいはいはい。誕生の天使、また来てる。ダークプリズナーもまた来てますね。雷仙人とかもいいですよね。ということで、今回かなり遊戯王マニアであればマニアであるほど多分ね、この開封見てて、まあ、すごい中身良かったなと。逆に分かんない人からするとね、こんなノーマルで3000円、なんでこんなね、お金かけるんだよって思うかもしれませんが、多分大体、6000円から8000円ぐらい分は入ってましたね。はい。まあ結構いい折り返し引けたかなと思います。ということで、シャマでした。さよなら。